長。おお。はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、長らくお待たせいたしました。プレゼント開封コーナー。えい、もう見てもらったら分かると思うんですけども、今までで一番大量のプレゼントが届いております。とりあえず、まずは開封していきましょう。で、ちょっとね、後半の方に100万人達成した心境などをね、ちょっと話したいと思いますので、今日はね、ゆったりと見ていただければよろしいかと思います。じゃあまず開けていきましょう。中には2つ箱が入ってます。じゃあまずこちらから開けていきましょう。これはなんだ？あ、これはトラちゃんに着させるジンベエだ。ここに穴が開いてる。いつか動画で着てもらいます。うわ、これありがてえ。片栗粉を簡単にまぶせるスプーン、お椀、一人前のステンレス用のお鍋、犬と猫が好きな草の種、食べれる歯磨きロープ、お手紙もいただきました。ちっちゃい泡立て器、お手紙もいただきました。ありがとうございます。次はこちらの箱ですね。片揚げポテト、ポテトチップス、両方とも関西の限定品ですね。関西の方のプレゼントですね。で、こちらチュール。で、次はこちら。金子さんは同じようなものよくもらいますよね。おお、すげえ。あ、これ知ってる。ロサンジン、めちゃくちゃいい醤油これ。え、てかこれすごい高いやつですよ。ありがとうございます。で、次はこちら、メンソレータムのハンドソープ、水仕事が多い金子さんに使ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。次はこちら、日本一辛い黄金一味で、これフィッシングソープ、魚の匂いが取れるソープですね。で、次はこちら、猫ちゃんのお醤油皿が2枚、たい焼きの箸置き、青唐辛子塩、お手紙もいただきました。ありがとうございます。はい、次はこちら、やばすげえの出てきた、超特大チュール。え、こんななんだ。トラ、よかったな。40本入りですって。すげえ、ありがとうございます。で、次はこちら、リンゴ 100% ジュースで、キャットフード、昆布、ちょうどなくなりかけてた頃で、こちらキッチンペーパー、ありがてえ。で、いきますよ、せーの、ぜんゲーのやつ。そして、お手紙もいただきました。ありがとうございます。はい、そしたら次はこちら、お手紙いただきました。まずはこちら、金子トラ様へ。トラちゃんのお菓子かな。お、トラちゃんのキャットフードですね。で、次はこちら、猫ちゃんの手ぬぐいで、レンゲセット、うわ、これ好き、大葉味噌。で、次こちら、猫の形の石鹸、温泉の素、お手紙もいただきました。ありがとうございます。はい、で、次はこちら、なんか瓶っぽいですね。わらびドレッシング、わらびのドレッシングですって。わさびじゃねえ、わらび、珍しいですね。こちらですね、お手紙とともにアナンタンっていう、なんか珍しいお醤油ですね。濃い口醤油ですね。ありがとうございます。次はこちら、おや、これはなんだ、チョコレートだ。チョコレート2つ、これはあれか、あ、わかったわかった、これ白い恋人だ。うわ、すっげえ、白い恋人のセットだ、いろいろ入ってる。最近甘いものが無性に美味しくてね。ありがとうございます。お手紙もいただきました。次はこちら、お疲れ様です。こちら G 酒井さんから100万人祝いのプレゼント。 G 酒井さんからプレゼントですって。なんだろう、お手紙もありますね。中には3つ入ってます。これは一体なんだろう。すげえ、これはあれだ、名刺みたいな感じ。3枚いただきました。しかもね、このダマスカス製なんですね。多分これ錆びない素材のやつですわ。研げば包丁にもなると思う。ありがとうございます。で、次はこちら、中はこんな感じ。せーの、でん、ゲーのやつ。アンコウのプラモデルみたいなおもちゃですね。スミノフのボトルコースター、これは会長にあげよう。黒うなぎのフィギュア、ちょっと好きですこれ。ハンドソープ、お醤油、あ、これ美味しいやつ、前もいただいたんですけどめちゃくちゃ美味しかった。鶏野菜味噌ってやつ、これねマジで美味しい。石川県のやつか、これ名古屋の方も絶対好きなんでおすすめ。ベビースター、白エビラーメン味、珍しいな、こんなのんだ。猫ちゃんのステッカー、猫ちゃんのステッカー全く興味なし、釣りのバッグに貼ろう、お塩、金粉で、お手紙もいただきました。ありがとうございます。で、次はこちら、中がこんな感じ。おー、と待てよ、なんか入っとるなこれ。おー、カボスが入ってる、カボス。あ、それであとで、前いただいたんですけど、こちらのすだちもいただきました。これ結構前にいただいたやつなんで、もう使っちゃいましたけど、ありがとうございます。これはうまいぞ、カボスポン酢最高。こんだけあったら自分でもカボスポン酢作ってみようかなって思うね。次はこちら、お手紙、猫醤油皿、前も1枚いただきましたね。それとはまた違う種類ですね。魚型のバターナイフ、猫のコースター、ありがとうございます。で、次はこちら、カボス果汁ですね。うわぁ、すげえこれ、黄色のやつの瓶の栓抜きですね。なんだろう、朝日の紙に包まれているコップかな。こちら、朝日の博多工場のコップですね。で、次はこちら、布巾12枚セット、最近出汁をたくさん取るんで、これめっちゃ嬉しいです。次はこちら、なんだろう、これは何でしょうね。お、すげえ、いいおしゃれな感じのフォークとスプーン、
これおしゃれだわ。で、蒸気でホットアイマスクのラベンダーの香りこれは考えたな。豚の落とし豚、ここからさ汁がちょうど抜けるからいい感じなんだ。で、お手紙もいただきました。ありがとうございます。よいしょ。はい、で最後の箱がこちらですね。かなり大きい箱です。じゃあ1個ずついきますよ。まずはこちらの箱、地鶏の旨味、阿波踊りの節、鶏の節だ。へえ、珍しいですね。サラサラパウダーシート。で、次はこちら、気まぐれクックス金子さんへ。このプレゼントについてはこの手紙を読んでいただければわかると思います。手紙を読みましょうか。ね、単刀直入に言うと AKB48 2期生の西川玲ちゃんのファンの方からのプレゼントで、で、その西川玲ちゃんがすごい僕の動画を見てくれとるらしいです。で、そういうことでその送ってくれたらしいです、その西川玲ちゃんのファンの方が。感慨深いですの、これは。西川玲ちゃんと CD もいただきました。うわ、 AKB48 の CD 初めて手に取った。車の中で聞きたいと思います。ありがとうございます。西川玲さんもいつも応援ありがとうございます。Twitter フォローします。で、それでせーの、金色のやつ、ホットアイマスクバブ。わお、すっごい可愛いお手紙。俺が肉食ってる時の写真と、俺イベントの時のやつだな、この浴衣のだるそうにしてる。ありがとうございます。毛玉ボールで、こちら、これは瓶形だな。お手紙、なんだこれ、麺味って読むのこれ、なんですかこれ、麺つゆみたいなものですか。北海道の方の調味料ですね。ちょっとわからない、初めて見たこれ。ちょっと後で調べてみます。で、これがクッキーですかね。ありがとうございます。で、お手紙、お手紙、お魚、かわいい折り紙がたくさん入ってました。で、お手紙もたくさんいただきました。あ、似顔絵もいただきました。うわーこういうの泣くんだって。俺もう年だもんで、パパの気持ちになった気分ですわ。これ多分僕とトラでしょうね。マンボウ、カニ、これはエビかな。で、クラゲ、ホタテですかね。上手に描けてるよ、ありがとね。もう泣くわこれ。で、なんじゃこりゃ、すごい大きいのがねあるんですよ。なんでしょうかこれは。よいしょ、相当重いよこれ。雪印メグミルク、俺の知っとるメグミルクの重さじゃねえんだよなこれ。では開けますよ、せーの、すごすぎるそういうこと、なにこれ、やば、めっちゃテンション上がるじゃんこのセット。オレンジ、アップル、ブドウ、パイナップル、マスカット、なんとか、はい、いっぱい、ありがとうございます。ひとじちゃん、あんた行ったり来たりして、お母さんのとこに。かわいいんだで、あんたは。なあ、かわいい。かわいいね。とわちゃん、チュールいっぱいもらったよ。あちゃん、ありがとう。ありがとう、言わな。言えんか。今日やだか。やだ、やだか。ちょっと、おどきな。で、こちらですね。お手紙いただきました。で、こちらも。はあ。これはね、どうえらいことだ。以前僕、青い包丁っていうのを動画出したじゃないですか。別にね、企業案件とかでも何でもなくて、ただ単に Amazon で僕が見てかっこいいと思って買って動画にしてたんですけど、結構反響がありまして、で、Amazon とかであれもう全部売り切れちゃって、転売もされちゃうぐらい反響があったんですね。で、そこの包丁メーカーさんから手紙と、なんとあの手の包丁が9本も届きました。全種類届いたんじゃないかな。剣型と三徳と、でね、色はね、ゴールドで、これがね、ちょっとね、黒みがかった感じの色で、これが動画でも使った青い包丁ですね。で、これもゴールド、黒、青、ゴールド、黒、青ですね。ほんとね、この包丁はね、軽いんですよね。何よりこの色がかっこいい。僕ね、やっぱパフォーマンスって大事だと思うんで、こういうね、かっこいい包丁っていうのはね、大好きですね。また後日こちらの包丁をね、紹介したいと思いますので、お楽しみに。で、最後がこちらですかね。これも包丁かな。ちょっと待て、これすごいな。どえらいの来たなこれ。高級料理包丁って書いてある。で、しかもこの入れる絵、木の絵がついてる。これ木の入れ物、これがついてるタイプの包丁はね、マジで高いです。八角柄、江戸製って書いてある。いきますよ、せーの、よっ。おー、まだ見せないスタイル。いきますよ、せーの、よいしょ。やべー、これはすごい、やべ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 、これはやべえって。ちょっと近くで見よう。僕の持ってないタイプの包丁来た。てかこれはな、魚さばくとかじゃなくて普通の料理包丁として使える。うわ、すげえ切れるな。ほんでやば、え、本当に本当にこんないいものいただいていいんですか。
極上って書いてある。これめちゃくちゃ高いと思う。いくらすんだろうこれ。もらっちゃいますよ。本当にありがとうございます。ということでプレゼント開封が終わりました。本当にね、たくさんの素敵なプレゼントありがとうございます。でこちらが事務所からいただいたクリスタルの盾。気まぐれクックみたいなコングラチュレーションって書いてあるんですよね。本当事務所も粋なことしてくれますね。でこちらが YouTube さんからいただいた金の再生ボタンですね。いやこれが金の再生ボタンか。いや本当に感慨深いよ。 YouTube 始めてもう大体2年ぐらいですかね。まさか自分がこれを手にすることができるなんて本当に思ってもいなくて、初めは趣味で上げてた YouTube で思い切って仕事も辞めて、本当 YouTuber になって本当日々刺激的ですね。僕も昔からすげえ YouTube 好きで、画面で見てた人と一緒にコラボ動画を撮れたりだとか、芸能人の方と会う機会もありました。でどん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 知名度がついてきて、もう街でもすごいたくさんの方に話をかけていただけるようになりましてですね、あ本当に人生変わったんだなって思いましたね。で YouTube 始めてよかったっていうのはね、本当にね勉強になることが多いんです。皆さんのコメントすごい勉強になるんです。僕も全然料理経験があるわけでもないので、もうただの素人で、ただ好きな魚をさばいて料理して食べて飲んでっていう動画を撮ってるだけで、全然料理に関しては素人なので、コメント欄でこうした方がいいですよとか、そこは違うぞとかいう意見をいただくのすごい僕勉強になります。本当に感謝しております。もう何にしてももう皆さんのおかげですわ。まあ数字が全てじゃないですけども、一つの目安として100万に到達しましたが、これで満足せずにもっともっとね高みを目指して頑張っていきたいと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。